まだまあ半分ぐらいですね、正直なところは。そうっすね、初めてこんな休んだんで、ちょっと最初の方は全く反応しなかったですね、体は。いや嬉しいですね、やっぱずっと動けなかったんで、肩も固定の状態だったり、動かない状態でずっとやってたんで、まあ、今結構伸び伸びとやれ出してきてるんで楽しいですね。そうですね、本当連戦になると思うんで、まあ、まずは再発させないっていうことをテーマにどんどんコンディション上げて 100% でできる状態でチームの手助けをしていきたいですね。いや体力的にはきついですね、本当に7ヶ月動かなかったことがないんで、めちゃめちゃ体力的な部分は落ちてますね。あーちょっと、まあ、野球の試合とか見てても特殊な感じで、まあ、集中力の部分だったりそういうのは絶対いつもより研ぎ澄まさないとやっていけないのかなと。そうですね、まずはやっぱサッカーできることに、そういう環境を整えてくれたことに感謝してプレーしたいですし、まあ、あとは本当みんなが入った時により良いパフォーマンスができるように、この一発目二発目でしっかりコンディションをどんどん上げていって、入場者数が増えてきた段階で激しいサッカーができるように頑張りたいですね。